番組のジングル、ジングル、ジングルというものがありまして、はい、要はこう本編が始まる前のクッションみたいな音ですね。ルービーレディーキャラバン、あれがジングルって呼ばれるやつなんですけど、はい、今日はなんとですね、開局40年目ということで、実際に40年前に流れていた、はい、FM 愛媛のジングルを用意していただいてます。聞きたい。いくつあるんだっけ、おちゃん。4つあります。え、結構あるね。4つ聞かせてくれるの。だからこれはマリさんもシェリーさんも当時思い出していただけると思うので、うん、実際に1982年にはこんなジングルが流れておりました。 J-O-E-U-F-M え、これは音程が合ってるのか外れたのか分かんないね。FM 愛媛っていう、いいですね、このなんかフラットな感じ。そうですね、あのカラオケの音符だったら確実に出てますよ。半音みたいな、こうすごい。これが82年。ちょっと別パターンもらえます。まだある。 J-O-E-U-F-M 愛媛。これが2パターン目。一緒じゃない。いやいや、微妙に違うよ。え、そう、さっきね半音上がってたけど半音下がったのよ。こっちフラット。愛媛と、そう、愛媛、そう、フラットとシャープの違い習いましたね、音楽の時。シャープは半音上がる、フラットは半音下がるって習いましたね。そうですね、今シャープとフラットの勉強しております。ごめんなさい、私。さあ3パターン目があります。はいはい、これは知ってる。はい、これは私聞いたことあります。これはれいちゃんも FM 愛媛元リスナーですから。うん、小さい頃。いや、今も聞いてるけど、そう、うん、小さい頃にこれ使われてた気がする。あ、これなんかちょっとあれだね、こう一瞬眠りに入ってしまいそうなモーションがあるけれども、スーッとスーッとしてるね。これが3パターン目ね。結構長く使われてたね。多分。じゃあ4パターン目お願いします。はい、これも聞いたことあります。これもありますか。はい、